こんにちは、荒木和弘です、内閣改造になりました。まあ、我々一番関係するのは、当然、拉致問題担当大臣ということなんですが、よくわかりませんけど、松野さん、留任なんですかね。官房長官留任だからおそらくそうでしょうね。で、となると、まあ、なんだかなという感じです。まあ、本当にもうね、困った人ですよね。困ったっていうのは、もう本当にお分かりの通り感情が全然、見えない、方でですね、ともかくもう国会の答弁とか見てても、役人の書いた文章を読むだけですね、前の、官房長官、加藤勝信さんは、そういう意味ではですね、もともと役人出身の方ですから、基本的にはその役人の書いたものなんですけども、ご自分で、咀嚼して、で、自分で直すところはちゃんとこう直してですね、ちゃんと頭の中に入れて自分の言葉として、出してたんですが、今の官房長官ですね、もう読むだけです。だから例えば、出てきた紙がですね、これこの間、特定商社家族会の竹下さんと板野さんで、署名の整理やっていただいた時の、まあ、メモなんですけども、この紙例えば差し込むとですね、署名簿集計2023年9月11日、救う会千葉2021筆とかですね、こう読んじゃうんですね。実際前拉致特で衆議院だったかな、読んだ紙間違えてですね、で後ろに取りに帰ったっていうことがありました。まあ、昔から国会の、施政方針だったか、代表質問だったか、よくわかりませんけども、なんかこう、紙読んでてですね、ここで水を飲むとか今書いてあって、そのまま読んじゃった人がいたっていう話を、どっかで聞いたことありますけども、まあ、しかしそれにしてもね、政治家ですからね、自分の言葉で喋ってもらいたいというふうに、思います。で、拉致問題担当大臣はですね、官房長官が兼務するって私悪くはないと思うんです。というのはですね、前官房長官でなかった時、例えば国家公安委員長が拉致問題担当大臣兼任してたってのはよくありました。で、まあ国家公安委員長は言うまでもなく警察を担当するわけですが、ただ、名称からもわかるように国家委員会の国家公安委員会の委員長であって、警察のトップではないんですね。で、そうするとも警察に対してもできることは、限界がある。で、いわんや、例えば外務省にですね、これやってっていうふうに言うこともできないですね。ですから、まあそういう意味で言うと官房長官が、拉致問題担当大臣をやって、そしてその下の、官房副長官、あるいは、まあ、別途に拉致問題担当の副大臣、内閣府の副大臣として、拉致問題専門にやる人がいてですね、比較的若手のやる気のある人が入って、で、その人が現実には、拉致隊の事務局も動かし、そして、必要なものは官房長官に上げて、で、官房長官から全部の省庁に、指示をしていくというようなやり方をするべきではないのかというふうに思うんですね。ですから、そういう意味で言うと、官房長官がトップにいて、で、そこに対してですね、やっていくということは決して悪いことではないと思います。問題はその官房長官が誰かによると。いうことでもあるし、あと、その官房副長官で担当する人がちゃんと腰を落ち着けてそういう仕事ができるのか、という問題と、まあ、両方あるんですね。で、前者の方は、まあ、少なくとも今のままではダメです。人変えないと、どうしようもないと思います。前、参議院のね、拉致特で、はい、参議院の拉致特の時に、まあ、見学じゃねえ、なんだ。傍聴してたんですね。で、まあ、もともかく、官房長官の答弁は、答弁は差し替えさせていただきますの連発です。まあ、要は何も答えない。で、後で、救う会の宮城でですね、県議会、それから仙台市議会の拉致議連の方々と一緒に、国会に来て、そして、国会の拉致議連に署名を提出するという、まあ、イベントがあったんで、まあ、その時呼ばれてですね、行ったことがあります。で、その時には、拉致議連の会長の古谷圭司さんとか、
あるいは自民党の拉致問題対策本部長の山谷恵里子さん、とかですね、拉致議連の事務局長の北村恒雄さん、あるいは参議院の和田政宗さんとおられたんですね。で、山谷さんが一番メインでこう受け取ったので、まあ、その後一言というふうに言われましたから、山谷さん、あれなんですね、拉致特の委員長だったんでね、いやもう、ちょっと官房長官どうにかなりませんかって、つい言ってしまいました。で、本当だったらば、国会とね、三権分立ですからね、国会って国権の最高機関なんだから、そこでちゃんとした答弁を政府がしないっていうのは、ある意味国会に対する侮辱でもあるんですね。ですから、まあ、委員長の方から、注意してくれませんかということを言ったんですけども、まあ、なかなか、そううまくはいかないでしょうね。で、しかしまあ、ちょっと、今の状況ではいけないというふうに思います。というふうに言ってるのをどっかでですね、ご本人が聞いてくれて、ふざけんじゃねえと、ね、俺はちゃんとやるんだっていうふうに言って、単価切ってくれないかなというのも、多少の、期待を持ちつつ、まあでもそうさせるためにはですね、このメモ用紙に、ふざけんじゃない、俺も、俺だってやるんだと、こう書いて、びっくりマークぐらいつけておけばですね、ふざけんじゃない、俺もやるんだ。というぐらいのことは言うのかな。でも冗談じゃ済まないですよね。これ、拉致会社助けるんですからね。ちょっとやはり、動きが悪いということに対して、もっと、はっきり、国民の側からの声も必要なんではないだろうかなというふうに思いました。今日は、ちょっと内閣改造について思ったことをお話ししました。今日もありがとうございました。